カツ丼を食べにいざ栃木市へ。栃木バイパスを宇都宮方面へ走ります。オートバックスを過ぎちょっと走ったら左折するので左車線を走行してください。日産がある交差点を左折です。左折したら陸橋を越えしばらく道なりに進みます。しばらく走って左折となりますが、残念ながら目印がありません。あとはナビゲーションに頑張ってもらいましょう。ここを左折したらもうすぐ到着です。左折したら突き当たりますので右折を。大きな看板が出ているわけではないので左側に注意しながら走行してください。さて到着です。本日お邪魔したのは鶴見食堂さん。看板には鶴が設置されてます。いつものごとくオープン前に到着です。外観が素敵ですね。こちらのお店の一押しは上りの通りカツ丼です。では参りましょう。店内はテーブル席4つと奥に座敷があります。一人なのにテーブルとは少し贅沢な感じ。さてメニューですが、カツ丼目当てで訪問してるのでこれにしましょう。ミニカツ丼とミニラーメン、あとはミニミニポテサラにしますか。日替わりセットもありますが今日はカツ丼は外せません。本日はザーズーチ定食のようですが私には見当もつきませんでした。さて他のメニューはこちらから。店としてもカツ丼推しですな。こちらのお店を訪問の際はまずはカツ丼を。その他おすすめはこちらの4品。たくさん食べられる方は同時にどうぞ。餃子20個もありますがもはや食べきれないような気がします。いろいろメニューはあります。どれもこれも気になりますね。こちらは一品メニュー。お酒もあります。子供ビール、これなら私も飲めそうですね。こちらの店舗のおすすめにこちらがあります。本日は冷凍でお持ち帰りいたしました。動画はありませんが抜群にうまい。カキフライ好みは分かれるでしょうけど私は大好き派。最近食べてないな。鶴見食堂さんの営業時間はこちら。カツ丼の日、これはいつなんだろう。セットについてくるコーヒー、カップが可愛らしい。さて、料理到着。カツ丼は少し甘めで最高です。私は両方ミニで足りましたが、カツ丼普通盛りもありだと思います。カツの断面はこんな感じ。ごちそうさまでした。大変おいしくいただきました。チャンネル登録お願いします。